大間隆氏は、日本の官僚、政治家、元参議院議員。福岡県出身。1960年、東京大学法学部、第二類卒。同年農林省入省。1988年、農水省構造改善局計画部長を最後に、退官。1989年には、福田幸宏の死去に伴い実施された参院、福岡保選に、 自民党から立候補したが、リクルート事件や消費税導入による逆風を受け、社会党の淵上貞夫に敗れて落選。同年の第15回参議院議員通常選挙で当選した。1995年の第17回参議院議員通常選挙では、福岡県選挙区の改選数が3から2に削減されたため自民党は公認候補を大間一人に絞ったものの、 無所属として立候補した元自民党の重富吉之助と支持層を悔い,合い二人とも落選した。自民党福岡県連は参院選の落選後に次期衆議院議員総選挙への小選挙区からの立候補を要請したが大間は誇示した。1996年の第41回衆議院議員総選挙では福岡10区から自民党公認で立候補した。 事件小三郎の戦隊本部長代行を務めた。郷田良家のシアターアッパレで長期のサ院福岡保選を麻雀に風刺していた作品があり、オチは自分の名前をもじって大負けと叫ぶものであった。ありがとうございます。